南クイナは、ツルメクイナ科に分類される鳥類の一種である。別名、ハシナガクイナとも呼ばれる。本種をニュージーランドクイナ族に分類する説もある。その場合学名は、ガルリラルルスストライタスとなる。南アジアから東南アジア、中国南部、台湾に分布する。インドで繁殖した個体は、東器南方へ渡り越冬する。体長25から30センチメートル。オスは、 額から頭頂部、あと首が赤茶色で、背中から脇、右腹は黒地に白色の縞状になっている。頬から喉は白色、首から胸にかけては青みがかった灰色で、腹から下をずつにかけては白色と暗い褐色の縞模様になっている。交際は赤色、口ばしは灰色で、気部はピンク色、足は緑色がかった灰褐色である。 メスはオスに比べて、体の上面の色が鈍く、腹部が白っぽくなる。マングローブ林、低地の湿地や沼地に生息するほか、人里近くの水田などにも生息している。植物の葉や種子、昆虫類、陸生の貝類などの軟体動物、小型の甲殻類、昆虫類などを食べる。湿地の茂みの中に映像し、一腹5から9個の卵を産む。 放卵日数は19から22日で、私有共同で放卵、育数する。以下の7アシュに分類される。元アシュ。フィリピン、スラワェシ島、ボルネオ島北部に分布する。インドからミャンマー、タイにかけて分布する。アンダマン諸島、ニコバル諸島に分布する。マレーシア、インドネシアに分布する。中国南部の沿岸部に分布する。台湾に分布する。 フィリピンのサマール島に分布する。ありがとうございます。